続いては取材現場からのコーナー、担当は三品記者です。よろしくお願いします。さあ、今日のテーマは新型コロナのワクチン接種です。現在、十勝の本別町の医師を中心とする全国の医師有志の会がワクチン接種中止を訴える活動をしています。現役の医師がノーワクチンを推奨する理由は何なのか取材しました。本別町の本別循環器内科クリニック、去年からコロナをインフルエンザと同等の扱いとし、院内でのスタッフのマスク着用を取りやめました。クリニックの理事長、藤沢明憲医師が今訴えているのが、コロナワクチンの接種中止です。接種によって逆に感染リスクが高まってしまうといいますが、その理由とは。ADE とは、ワクチン接種によって体内にできた抗体が、かえってウイルスへの感染力を強くしてしまう現象です。中和抗体と ADE 抗体っていうのがあって、中和抗体っていうのは感染予防に働く抗体なんだけども、逆に感染を増強させてしまう、つまり感染させやすくしてしまって、感染した時に重症化するという働きをする抗体っていうのも同時にできる。また抗原原剤とは、ワクチンを繰り返し打った時に最初にできた抗体を人の免疫が記憶するため、次に変異株に合わせたワクチンを打ってもそれに対応した抗体ができにくく、免疫力がつかないという現象を指します。別のものを入れても、反応しなくなってまた元のものを作ると。だから今のオミクロン対応の2価のワクチンを接種したとしても、BA.5 の抗体はほとんど実は作られないということが分かっています。厚生労働省の最新のデータでは、全国の陽性者のうち30代や40代などで、ワクチン未接種の人より3回目を接種した人の方が10万人あたりの感染者数が多くなっています。また藤沢医師がもう一つ懸念するのが、副反応による死亡リスクや健康被害の増加です。厚労省のまとめによりますと、去年2月から先月までに報告されたワクチン接種後の死亡事例は1683件。厚労省はそのすべてにおいて、ワクチン接種との因果関係は認められない、あるいは断定できないとしています。一方で副反応については、先月アナフィラキシーや手足のしびれ、急性心筋炎など100件の疾病について、ワクチン接種との因果関係を認める結果を公表しました。藤沢医師は、こうした危険性のあるワクチンを子どもに打たせるべきではないとして、自身が代表を務める全国有志医師の会で反対運動を進めています。コロナワクチンを打って、調子が悪くなる人っていうのが、日本全国に今たくさんいると思いますけども、特に子どもたち、そのこれからその将来そういうワクチンを打ったことによって、いつ病気になるかわからないっていうリスクを背負わせるっていうことは絶対やっちゃいけない。子どもたちは本当に軽症です。もう2日ぐらいポンと熱が出てケロッと治っちゃうんですよね。だからそんな病気を相手にしてワクチン接種のメリットなんてどこにもない。一方で国は感染防止策としてワクチン接種を推奨しています。札幌医科大学の横田真一教授も、ワクチンの安全性はある程度担保されているとの認識を示した上で、次のように語ります。中長期的なその有害事象と言われているものはどの程度出てくるのかと、これはまだ未知数ではあります。で、一定のその安全性、有効性というのは確認されている。ただある程度のやっぱり中長期的な視野に立った知見がまだ残っているというふうに捉えています。 ADE や抗原原剤といったリスクについては、現状でそういった ADE を起こすような抗体というのが誘導されているという、そういう事実は現在のところない。インフルエンザのワクチンというのは、これ毎年のように型を変えながら繰り返し繰り返し接種されているわけです。ある程度の感染予防効果というのは確認されてずっと使われてきているわけですから、この新型コロナのワクチンに変わって突然ですね、その抗原原剤っていうようなもの、これを考える必要があるのかどうかというのは、実は私は疑問に思っています。しかし、乳幼児など子どもへの接種については、横田教授も疑問があるといいます。これだけ重症化しないもの、
コロナですよね。でそのものに対してワクチンって本当に必要なんだろうか、やっぱり副反応の懸念はあるのは事実ですから、本当の専門家がですね集まってどうしたらいいだろうと考えたときに、やはりメリットはあるよね、でそれはデメリットを上回るんだというような見解を出していますから、それはそういった意見にも耳を傾け、ご自身でやっぱり判断していただくと、これがやはり重要になっていくんだろうと。私も小学校の子供がいて打たせるかどうか非常に迷ったんですけれども、やっぱりこのワクチンの正しい情報をしっかり知ることが大事ですね。そうですね、はい、まさに小さいお子さんのいる世帯の方、気になっている方多いと思います。私自身も実際取材して、本当にワクチンのメリット、それからリスク、さまざまな情報を伺いました。藤沢医師の活動が気になるという方はですね、全国有志医師の会のホームページご覧になっていただければと思います。一方で厚労省もホームページでワクチンに関するさまざまな情報を発信していますので、メリットもデメリットもある、その上でどうするかというのがワクチンですから、はい、一方的な意見に流されることなく、皆さんしっかり考えてほしいと思います。特集でした。